相模嵐山,山山頂より見た中央自動車道。両線右側の暗部が小仏峠で、その真下を小仏トンネルが貫いている。小仏トンネルは東京都八王子市と神奈川県相模原市緑区の都県境にあるトンネルである。都県境の小仏峠付近の山を貫いている。JR 中央本線のトンネルと、 中央自動車道のトンネルで同一名称が使われている。国道20号は小仏峠より南の大樽海峠を越えるが、もともと江戸時代以来の甲州街道は小仏峠越えの道であった。しかし勾配が急で車道家が困難であったため、1888年に大樽海峠越えの道へ指定変更されたものが今日の国道20号に引き継がれている。 一方、鉄道と高速道路は、直線的なルートが望まれたことから、大なる見峠ではなく小仏峠にトンネルが作られた。JR 東日本、中央本線の高尾駅と相模湖駅の間にある、トンネル。あずさや、海えなどの特急列車が走り、東京から大月、川口湖、甲府へ向かうトンネルとして機能している。トンネルの断面が小さいため、 パンタグラフの折りたたみ時の高さが大きい電車や電気、機関車は通過できない。そのため、通過できる車両とできない車両が判別できる、要、通過可能な車両には、車両番号横にマークが付けられている。また、パンタグラフ取り付け部分の天井や屋根を低くした、低屋根車も存在した。中央自動車道の八王子 JCT から、相模湖東出口。 相模湖インターチェンジの間にあるトンネル。上り線用と下り線用の2本のトンネルに分かれており、それぞれに車線である。正式名称は下り線が小仏トンネル、上り線が小仏第二トンネルだが、一般には両方を合わせて小仏トンネルと呼ぶ。トンネル手前は上り坂であるため、土日、5月のゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、 年末年始をはじめとする繁忙期の交通情報には、渋滞箇所として、たびたび、小仏トンネルの名前が出てくる。激しい場合は、上り線は、笹子トンネル付近まで渋滞する場合があるほか、近接する、八王子 JCT から、圏央道の両方向へ渋滞が伸びる場合がある。二千七年末には、上り線のトンネル手前の区間に都半車線が設けられ、二千十二年から、 と半車線を走行車線に変更することにより三車線での運用を行っている。この区間では2010年1月28日から2011年6月8日まで現在の車線運用での効果渋滞削減実験が行われていた。国土交通省は首都圏の高速道路で土日を中心に渋滞が状態化している場所を改良するため新たに トンネルを掘削する方向で2011年度内に官邸機関による準備会を立ち上げ2012年度から具体的な検討に入り同年度予算に関係箇所の調査費を計上した2015年3月25日の同省、作業部会において上り線の渋滞対策案として延長 3.5km 単車線のトンネルの新設により旧都反車線をそのまま 八王子方面に引き込むと同時に、トンネル移動 1.5km 区間も、車線運用の見直しによって3車線化する案が了承された。新設トンネルは1車線運用となるものの、将来既存の小仏トンネルが改修を行う場合などを考慮し、福音は2車線化が可能な 8m を確保する。これにより、相模湖バスストップから、 八王子ジャンクションまで三車線での通行が可能になるとしており、2015年度より現地測量と設計業務を実施している。中央自動車道の石川パーキングエリアでは小仏トンネルロールケーキを販売している。公衆県聞期1、冬海な中央線東京朝日新聞線 912.323AB、笹子トンネル崩落、改修を先延ばし、 費用懸念し、安全対策軽視、関係者証言。www.jcp.or.jp2020 年7月1日閲覧。渋滞削減のため、中央自動車道の車線運用を変更します。下り線元八王子地区と上り線小仏 TN、手前。中日本高速道路。2012年9月3日閲覧。6月8日。 車線運用を変更します。中央自動車道小仏トンネル手前。中日本高速道路。2012年9月3日閲覧らん。中央道小仏に、新トンネル検討。山梨日日新聞。中央道小仏トンネル渋滞対策案上り線に、トンネル増設。日韓建設工業新聞。 http://www.decn.co.jp スラッシュ。<ッ><ッ> p=25604 ありがとうございます。